いやー喉乾いたから牛乳飲むか。牛乳飲んでもう夜遅いし寝ようかな。なんかさ夜にさ牛乳飲むとなんか寝つきが良くなるというかなんか眠くなるらしいからやっぱ牛乳って大切らしいね。体もね良くなるしね。じゃあ牛乳ちょっと飲むか。ふう、いやーオッケー。でもなんかこんなにいっぱい飲めないな。とりあえず置いておくか。あでもどうなんだろう、牛乳ってなんか一日置いたりするとさ腐っちゃうのかな。まあなんか牛乳にも限らずだけどペットボトルとかなんか飲んだ後ってなんかその口のばい菌からで次の日とかはもう飲んじゃいけない的な感じのこと聞いたことあるんだけど、まあぶっちゃけ一日ぐらい大丈夫でしょ別に牛乳。まあ確かに常温ってところがちょっと不安なんだけど、まあさすがに今一日じゃないし半日もう寝るだけだから朝どうせ飲むしみたいな、まあ大丈夫そんな腐んないでしょ牛乳なんて常温で置いてても。まあさすがにね、まあ不食とかさすがにしないでしょ牛乳。まあとりあえずおやすみなさい。もう寝るわ夜遅いし。おやすみ。どの方向向いて寝てんの僕今。はあよく寝た。もうすっごい村人に囲まれてる。もうすっごい囲まれてる。牛乳大丈夫かな。とりあえず朝だし牛乳飲もうかな。よーし、いや不食しとけや。そこは腐食しとけ。お前不完全にフラグだったべよお前。いやそこは腐食しとかんかい。ということでどうも皆さんこんにちはビクトです。よかったらね高評価ボタン押しててください。ってことで今回もねもっと紹介頑張っていこうな、いこうかなと思います。で、あのね皆さんね、このねあの手持ちのバケツを持ってね、あのまたかって思った人いると思うんですけども、まあ僕確かにもうね3回もこの1週間ぐらいのうちにこのモッドを使って動画を出しました。しかしそれは全部検証。今回は紹介ということで、あのバケツの効果をね一つ一つねちゃんとね紹介してなかったんで紹介していこうかなと思います。はい、ちなみにこのモッドを導入するとですね、全部でこんだけのバケツが追加されます。で、一番左のバケツはアポカリプティックバケットですね。こちらのバケツはどういう効果があるのか。ちなみに一応クラフトガイドを入れてるんで作り方、あこれちゃんと作り方あったんだ、知らなかったごめんなさいなんかどうやら作り方があったみたいで、この元となるアポカリティックバケツを最初に作んないといけないみたいですね。で、これの作り方はネザーレンガ3つに真ん中にネザースターを置くことによって作ることができます。じゃあ使っていきましょう。こちらを使うとですね、なんか一瞬でなんかズズズみたいな効果音もなく、ですね、移動速度上昇、採掘速度上昇、攻撃力上昇、水中呼吸ということで能力がつくみたいですね。ちなみにこちら、待って。これさ、時間制限ないのかな？あれ？あ、待って、これ永久的に能力つくの？25秒とは書いてあるけど、なんか、時間減らなくない？あ、まさかの永久効果ですか、こちら。ということで次はですね、津波バケツの方を紹介していこうかなと思います。こちらはですね、先ほどのアポカリティックバケツに、ダイヤモンドを加えると作ることができます。はい。で、津波バケツの効果はですね、まあ、多分わかると思うんですけども、まあこれやった瞬間に一気に水が広がっていくと早っ。どんな広がり方災害にも程があるわマジで。でまあそのなんかバケツをなんかやったところの高さが一番高いわけなんで、こういう高いところからやるとまあこんな感じでねどんどんこの高さを基準にどんどん広がっていきます。で続いてはですねボイドバケットなんですけども、こちらはねアポカリティックバケツに黒曜石を加えると作ることができるみたいです。でこちらの能力はですねボイドバケットって言ってなんかなんで2回名前言ったんだろうこちら使うとですね、ここを基準に、ちょっとずつなんですけども、平行に、なんて言うんだろう、普通になんか横に広がっていくバケツですね、こちら。こちらはなんかね、上とか下とかになんか広がっていくわけじゃなくて、横一面に広がっていく感じですね。で、ちなみに、この黒い部分に触れるとですね、こんな感じで燃えるんで、サバイバルモードとかやってると普通に燃えちゃうと思います。あ、今燃えてるね、すごく。すごく今村人燃えてるね。さようなら、お疲れ様です。はい。で、続いてのバケツはですね、ブラックホールバケツということで、アポカリティックバケツにエンダーパールを加えると作ることができます。こちら僕ね、あんまりね、効果よくわかってないんですけども、ちょっと初めて体験するわ、これ。ちょっと初体験です、マジで。やっていきましょう。はい。こちらどうなんだよ。ブラックホールだから多分なんか吸い込むんでしょうね、いろいろ。ちなみにこんな感じで、あ、吸い込んでる。建物のところでやってるんですけども、徐々に消えてってるね、こちら。うわ、待って、俺も吸い込まれる。あ、なんか近づくと僕も吸い込まれる。あ、すごい。なんか水とかも吸われてってる。あ、なるほどね。本当にブラックホールだ、これ。で、なんかこの、
ボイドバケットのこのね新色のやつも止められてる。あ、すごい。こんな能力あったんだ、知らなかったわ。これずっと続くんかな、どれぐらいまでとかなんか決まってたりすんのかな。永遠に吸い続ける的な、もうあそこにある限りずっと吸い続ける的な感じなんかな。ブラックホールもどんどん侵食していくのが、規模がどんどん大きくなる的な感じかな。なんか少しずつ広がっているような気もするんだけど、あ、ちょっと待って、あ、止まった。あ、めんどくせえ、やばい、待って、やばい、これ訪れの訪れだ。ということでね、まあ、例のごとくマイクラがクラッシュしたんで、新しいワールドでね、やっていこうかなと思います。で、次はですね、ファイアバケットということで、こちらはですね、アポカリティックバケットに、火打ち石と内側のやつを合わせると作ることができます。こちらはですね、使うとですね、炎が延々と広がっていくというね、すごい厄介な感じ。こちらはですね、ボイドバケットと違って、横一面じゃなくて、そのやった場所を起点に、どんどん下に向かってやっていくのが、津波バケツにちょっと似てるかもしんない。ちなみに、こちらダメージあるのかな？どうなんだろう？一応炎だからやっぱりさ、ダメージない。これ逆にすごいね。こう炎なのにさ、逆にダメージがないんだよね、これ。びっくりしたんだけど。ダメージないんだね。で、まあ、こんな感じで、横一面に。ま、気づいたら、炎が広がっていく。まあ、大災害だよね。もう完全に。完全に大火事が起きてるよね。うん。いや、もう厄介だ。もう早く広がってさ、マイクラが重くなる前に次のバケツ行きます。本当に。で、続いてがですね、トキシックバケットということで、こちらはですね、津波バケツに、ですね、何これ、黄緑色の染料を合わせることによって作ることができます。こちらで津波バケツなんで、気をつけてください。で、トキシックバケツはどんな感じかっていうと、こちら使ったことあるんですけど、なんかね、これなんだろう、トキシックだから毒の水かなんかなんかな。あ、ちょっと待って、ごめん。なんかピースフルモードになってるから敵出てこないんですけども、なんか毒の水みたいのがこう津波的な感じかな、広がっていって、でそっからなんかダイヤ装備をしたゾンビが生まれてくるっていう、すごいうざさね。これも多分やったところを起点にどんどん横に広がっていく感じかな。これさ、トキシックって書いてあってさ、なんか毒しいんだけどさ、これダメージ食らうんかな、これ。ダメージは食らわないっぽいね。一応なんか見た目が緑色っていうだけであって、一応ただの水ではあるっぽいね。津波バケツのさらにゾンビが増えたバージョンだから、まあ、厄介だよねっていう。もうちょっとうざいっていう感じね。続いてはフローズンバケットということで、こちらですね、アポカリティックバケツに、氷を合わせると作ることができます。ちなみにね、ワールドは新しくなりました。重くなるんだよね、あれ本当に。どんどん進んでいくと。こちら使うとどうなるんだろう。僕これいまいちよくなるほど。わかった。理解した。こちらはですね、多分水が広がっていて、それが勝手に凍っていくスタイルということで、まあ、なんか完全に全部氷になるわけじゃないけど、氷が広がっていく、すごいね。これさ、なんか孤島でやったからたまたまラッキーだったかもしんないけどさ、なんか、どんどん氷が広がっていく、すごい。まあ、こちらも多分やったところを起点にどんどん広がっていくんじゃないかな。だから、ここでやったら、昨日、あれ終わった。早っ。木の上でやると早く終わっちゃうな。どういうことなんだろう。あれ一個になっちゃう。これあれかな、ある程度こう、なんて言うんだろう、ブロックがつながってないと広がっていかないんかな、どんどん。あ、そういう感じだね。なるほど。こういう感じなんだね。で、別になんか横一面に広がってくってわけじゃなくて、水が落ちてって、氷になっていくっていう感じだから、多分バケツを広げた場所が一番高くなるっていう感じなのかな、きっとこのバケツは。すげえ。氷の女王なんだけど、アナと雪の女王なんだけど、マジで。ありのままの。でもこれかっこいいな、ほんとに。なんか一気に海が凍ってってさ、マジアナと雪の女王、二人だから。ということでね、氷河期を迎えたということで、これ意外と軽いんじゃねって思ったけど、がっつり重くなってるね、マイクラが。新しいワールドに行きましょう。で、残り二つがですね、まあ僕の動画見てれば知ってると思うんですけども、ペイントバケットの最初白い方です。こちらはですね、アポカリティックバケットに骨粉です。で、紫のね、よく腐食で使われるやつは、紫色の染料で作ることができます。で、こちらのペイントバケットの白はですね、まあ使うとですね、こんな感じに。まあこんな感じにね、どんどんなんか広がっていく。あ、待って、白と紫の違いを今見つけたかもしんない僕。ペイントバケットの白い方は元あるブロックをただただ単純に白く染めていくだけっていう感じのバケツっぽいね。
あ、これ違いあったんだね。ペイントバケットはペイントバケットでも。まあだからこんな感じで、葉っぱとかも木とかも全部ね、白くなるっていうね。僕のスキンだったら完全にこれ同化しちゃうんじゃないのこれ。同化してるぜ。ということで次はですね、まあ不織モッドとして有名なペイントバケット紫の方を使っていこうかなと思います。いくぜ。こちらはですね、まあ紫のバケツなんだけども、他のブロックを侵食して消していくっていう能力があるっていうね、すごい厄介な。すごい厄介なバケツです。もうこちらに関しては岩盤とか関係なく溶かしていくんで、時間が経つとですね、もうあの下がね、もう奈落になります。はい。まあ、こんな感じで紫の方を使うと、まあもう有名だから分かってると思うんですけども、腐食が始まっていきます。はい。ということで以上でね、散々使ってきた破滅モッドの紹介をね、終わりにしたいと思います。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。またなんか検証で使おうかな。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。